はい、こんにちは。ブラックスクワット、チームデスマッチのお時間です。で、今回はね、P90 使っていきます。プロジェクト9だっけな？ベルギー社のパーソナルディフェンスウェポンでございます。パーソナルディフェンスウェポンって言ったら、まあ、こいつか MP7 なわけで。まあ、どっちかっていうとね、MP7 の方が好きなんだけど、まあ、P90 もね、使ってみようと思います。いや独特ですよね、この形。このマガジンね、上部についたマガジンが独特の。なんだこれ、めっちゃ敵入ってきてるやん。さあ、で、特徴はね、この50発のマガジン。MP7 で40だから、それよりも10発多いね。弾数について一番ね、サブマシンガンの中では多いですね。まあただ、言うてもサブマシンガンなんでね、頭抜いたりっていうのは考えずになるべく同打ちとか、まあこの持ち前の機動力を生かして進んでいきたいところではあるが、機動力なんかそんなにある感じがしないんだよな。まあ、ちょっと重めな感じ？気持ち。いてててててて、どこだよ。さあ気にせず敵の奥まで突っ込んでいって、出てきたやつを撃っていく。さあ、ナイフ持ってた。動いてないやつ。やってしまう。お、なんだなんだ、なんで後ろにいる。味方がやってくる。おーっと。いいね。AK47 のグレネードランチャー。おっと、びっくりした。P90 にね、上部のレールに、サイトをつけていった。結構形がね、独特ですよね、この銃。最初出てきた時は結構なんか、びっくりしましたね。なんだこの銃みたいな。まあ、大体の FPS にはこの銃ありますよね。さあ、半分過ぎて、72対81。あーね、ちょっと MP7 と比べてどうか。まあ、あんまり使用感は変わんないんだけど、MP7 の方が少ない弾数で倒せるかなっていう感じはしますね。まあ、言うても向こう初期武器なんでね、こっちの方が強く設定されてるのかもしれないですけど、個人的には MP7 の方が使いやすいかな。なんか撃った感じね。まあ、そこまででも変わんないんで、同じ感じで使います。MP7 はね、個人的にちょっと好きな銃なんでね、ちょっとひいきしちゃうかもしれないですけど。おっと、敵が二人、旧正月イベントの S15 を使って、結構使ってる人多いよね、S15 とか SR47 とか。おっと、目の前に敵がいる。さあ、侵入したぞ。煙の中から入って出てきたところ、ヘッドショットしていく。この距離だったらね、サブマシンガンでもヘッドショットできるけど、まあ動きながら撃つんでね、なかなか難しいところでは。おお、後ろか。サブマシンガンだと、クリスベクター、MP7、P90 の MPX か。まあ何が一番強いかって言ったら、多分 MPX になるのかな。まあ、スチーム版のブラックスクワットで唯一、ベクターだけはまだ使ってないんですよね、あんまり。持ってはいるんだけど、そんなに使ってないね。なんか結構中距離ヘッドショットを出して。この武器はどうかな？あ、リロード早っ！こんな、あのマガジンでそんなにリロード早くできるの。さあ、後ろ取ったんで、後ろから撃っていく。背中を打っていく。さらに背中、もう一人背中と思ったけど正面から撃たれてしまう。MPX がやっぱり強いかな。あれはめっちゃ強いね。やっぱり正直サブマシンガンでガチるなら MPX しかないかなっていう感じはするけど、まあ、このマップもね、稼ぎ場はここですね。ここで、まあ、ここまで抑えちゃえばね。おっと？スナイパーライフル。118-131。もう勝ってる。おっと？後ろ取られてるよ。ここの上取られると結構めんどくさいんだよね。
さあ、もう一人背中、こっち気づいてない。全然気づいてない。おっと、目の前の敵。ああ、なんかさっきからこの S15 にやられてますね。ああ、だからスチーム版ってまだ HK416 出てないよね。ちょっとな、ハンゲーム版の時のガチ武器が、個人的ガチ武器が HK416 だったから、早めに出してほしいんですけど、どうなんですか。M4 の回収版だっけ。もう隠れてる隠れてる、いいね。さあ下から出てくるけど、下は味方に任せて、上を攻めていく。あ、上誰もいないとちょっとね、お終わった。とどめを刺したか。はい、ということで P90 使ってみました。まあ、あんま感想ないかな。なんか弾数50発あって、まあまあゴリゴリ突っ込んでね、機動力活かした戦い方ができるのかなっていう感じですね。まあ、MP7 使うよりは弾数が多いんでいいのかもしれないです。